福井市高谷町にある小西農園。およそ7ヘクタールで10品目の白ネギを栽培するネギ農家です。代表の小西大作さんに当時の様子を聞きました。もう葉っぱが完全に見えないぐらい雪に覆われちゃって、ぺちゃんと葉っぱがボロボロになったり、ネギが折れちゃったり、そういう被害がありますね。先月下旬の寒波では50センチ以上の積雪の影響で、農地の半分ほどのネギが葉の部分が折れたり倒れたりする被害が発生しました。そのため正規品として出荷できず、やむなく規格外として半値以下で一部は出荷できたものの、多くの廃棄も生まれかねない事態に追い込まれたのです。売り先がちょっとないんで、もうやるしかないと。はい、業態で出るのすごい恥ずかしいんですけど、もうとりあえずやってみよう。そこで選んだ手段が動画投稿アプリです。助けてください、僕たちはこのままだと30日間毎日廃棄が出てしまう白ネギ農家。危機的状況をどうにか打開しようと、知り合いを通じて動画の撮影配信に初挑戦しました。弟を誘い兄弟で出演し、胸の内を吐露。どうすることもできない苦しい現状を訴えました。すると反響は早く、投稿後一気に拡散され、投稿から3日経った今日の時点で119万いいねを超えました。そして買います、頑張ってなどの励ましや注文が殺到したのです。予想してましたか、こんなに反響がある？いや、全く予想してないです。ですが、あったかい言葉みんなかけてくれるんですよね。かなり勇気づけられました。北陸なんで冬はしっかり雪が降るところなんで、毎年これぐらいのことは想定していかなきゃいけない。そんでやっぱ消費者の人にも、見栄えは悪いですけど、やっぱ甘みが増したネギ、冬の風物詩としてこれからスーパーなんかでも置いてもらえると、県内のネギ農家全員が助かると思うんで。まあ、どうしてもこう天候に左右されてしまう農業ですけど、これって廃棄をなくして農家を支えるヒントですよね。顔が見える SNS だからこそできることですよね。はい、被害を受けたネギは通常なら半値以下だったり廃棄になってしまうものも多いんですが、SNS を活用したネットでの販売価格は通常のおよそ 16% オフに抑えることができたということなんですね。SNS が普及した時代だからこそ広がった支援の輪ですね。